改めて撮影ってすごい楽しいなって思った。いやありがとうございます。才能ある人たちとこう集まってわーっと作って、うんうん、なんかこむちゃんはすごく白黒の世界もカラーの世界もどっちもこう違う表情や顔になるので、うんうんね、ありがとうございます。いや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 、まみちゃんがやっぱ被写体やってるっていうのは大きいのかもしれないな。中途半端なことして見抜かれたくないって思うから、まあ、無意識にね撮られてる時にまみちゃんにはできないようなものを見せなきゃって思う。無意識にそういう風になってると思う。本当ですか、ね、うん、プレッシャーにはなってない、うん、だからなんかそれ今日しか撮れない写真ができたなと思う。確かになんかでもね、マイカット全然違うから。そうだね、なんか最初ナチュラルで3カット行くかなと思ったんだけど、もう最後すごい、めっちゃ3カットとも全然違う感じだった。そう、でもそれもきっとなんかコムちゃんだからこそそれもできるし、うん、なんかこうそれぞれのあのルックをすごくこう楽しまれてて、うんうん、その服のなんかディティールだったりとか、うんうん、作った方がこういう思いで作ってるんだろうなとか、ここにきっと力を込めてるんだろうなみたいなものを、うん、きっとコムちゃんが最大限服の良さも引き出してたなというふうに感じました。ありがとう。そうだね、そういう意識して作られてる服ばっかりだったから今日は着る気持ちがちょっと違ったかなと思います。